アメリカ軍は2日、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が続くパレスチナ自治区ガザに上空から人道支援物資を投下しました。ガザで食料不足が深刻化する中、アメリカ軍は2日、ヨルダン空軍と協力し、C-130 輸送機3機から3万8000食以上をガザ地区にパラシュートで投下しました。去年10月の戦闘開始後、アメリカが支援物資を投下するのは初めてです。バイデン大統領は SNS に、ガザに届く支援は到底十分ではない。我々はできる限りの手を尽くすと投稿しました。こうした中、早ければ3日にもエジプトで再開される見通しのイスラエルとハマスの戦闘休止などをめぐる交渉について、アメリカ政府高官は、合意の枠組みはできていると強調しました。また、6週間にわたって休戦する案に、イスラエルも大筋合意していて、休戦の実現はハマスが人質解放に応じるかどうかだ。ボールはハマス側にあると圧力をかけました。